杉並アニメーションミュージアムは東京都杉並区上尾にあるアニメーションに関する総合博物館である。運営は一般社団法人日本動画協会。命名権公募により2018年9月から5年間は東京工芸大学杉並アニメーションミュージアムと呼称されている。もともと杉並区の施設として2003年5月に開館した。 杉並アニメ資料館を拡充して2005年3月5日に改装再開館した。三鷹の森ジブリ美術館のような特定の作家の博物館ではなくアニメーション全般を対象とする博物館としては日本で初めての施設である。アニメの歴史や制作過程などについての展示、ライブラリーに保有するアニメ作品の上映を行うほか、 アフレコや効果音などのアニメ制作の過程を体験することができる。また、著名な漫画家やアニメーション作家が亡くなった際には、追悼展示会などを開催することもある。過去には、上田敏子、大阪工事の追悼展示会が開催された例がある。館長は2021年4月1日より、吉田力夫が就任。前任の館長は、アニメーション作家の鈴木真一。 鈴木前館長は、藤子藤代作品に登場する小池さんのモデルとしても有名である。入館は無料であるが、杉並区は2018年、命名権を開放する形での支援先探しを行った。区の希望契約額は年間500万円で、期間は3から5年。杉並アニメーションミュージアムは残して、その前後にスポンサー名などを入れる条件で、 アニメ制作会社は対象外ありがとうございます。